こんにちは、ルルです。本日もよろしくお願いいたします。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは動画スタートです。本日は昨日ご紹介した筆を使って暮らし込みアートをします。今左手の状態はミラーパウダーを塗ってあります。左手のミラーパウダーまではこちらの動画でご紹介していますので、こちらの動画もぜひ見てくださいね。マットコートを塗ります。硬化したらパステルでランダムに色付けします。パステルはダイソーで購入できますよ。パステルの表面を削ってアイシャドウチップで色付けしています。色はお好みのものを塗ってください。クリアでコーティングします。硬化します。マットコートを塗ります。たらし込みフラワーが得意な方はパステルパウダーを塗った後、クリア、マットコート塗らずにたらし込みでも大丈夫です。私は修正することもあるので、修正した時にパステルの色も落ちてしまうので、クリア、マットコート挟んでいます。クリアは強度のためもありますよ。硬化します。アクリル絵の具と水は混ぜます。こちら混ぜたものです。こちら昨日ご紹介した筆です。太さは下から3番目くらいの太さです。たらし込みフラワーの時は普通のパレットだと何本か描いていると乾いてきてしまうので、このような深めのパレットがおすすめですよ。100均でもこんな感じのパレット売っていますよ。花びらを描いていきます。花びらを描いて、全体に均等に絵の具をなじませたら、筆を拭いて、筆で水分を吸っています。吸い取るときに拭いすぎずに少し水分残っているくらいがおすすめです。乾くと綺麗に色がのっていますよ。花びら同士がくっつかないように描いていきます。
乾いたら花びらを重ねて描きます。乾くと透けた感じになって可愛いですよね。最後に描いたところ乾くのを待ちます。乾いたら花びらの中心にラメとホログラム、ストーンを置きます。こちらも昨日ご紹介したストーンですよ。硬化します。ノンワイプトップコートで仕上げます。硬化します。完成です。昨日ご紹介した筆はご覧いただいたように使いやすくてとても良いと思います。コスパも最高なので、
ぜひ購入してみてね。昨日の動画見ていない方はぜひ見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。たらしこみフラワーかわいいのでぜひ描いてみてね。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。